listening to Shibuya Cross FM. みなさまこんばんは。毎週水曜日夜10時から鳥羽あけみのミラクルクルクル。そして今宵は国際ビジネス大学校渋谷オープン、キャンパスアウ、イエイ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 。はい、皆様お元気でしょうか。毎日毎日暑いのでね、ちょっとくたばっちゃってるんじゃないかなと思いますけれども、今日はぜひ、この22時から国際ビジネス大学校渋谷オープンキャンパス、愉快な仲間たちと今宵はお届けさせていただきます。珍しくですね、4人なのよ。いい、すっごい楽しいもうエンジン全開だよ。そうで、ね、すぐほらえりこさん久しぶりだから、ここにパーテーションもなくなっちゃって、ね、びっくりでしょ。変わってびっくりね、全然エネルギー違うね。なんか世界観が違う。そうなの、やっぱり声響き方も違う。全然違う、すごいでしょ。だからなんかちょっとこう、なんかワクワクっていつもと違う。これだけで盛り上がるんだよね、うん、な気分が、うん、でこんだけね、うん、アフロディティに囲まれるとワクワクしちゃう目が見た人ともに素晴らしい、うん、ねえ、はい、これはもしかしたら中谷理事長が後から駆けつけられるかもしれないんですが、まあ、とりあえずこの4人でね、今日は行きましょう、はい、で実はですね、毎回、私たちは今日は何の日シリーズということで、うん、今日はですねラジオの日ということで、ね、そう今まさに私たちはラジオに出ておりますけれども、素晴らしい、やっほーということで、やっぱり思いましたね、やっぱり外人さんもすごい励みだよね。そうだもんね、そうなの、嬉しい、応援してくれています、ね、さてラジオの日、皆さんがラジオはこんなの好きだよとか、うん、それからまあこういう思い出があるよ、そんなの自己紹介と兼ねてぜひお願いいたします。今日は隣のこの、赤いシャツ、はい、花田というよりも花ちゃんなんですけれども、うん、はい、はい、花ちゃんお願いします。はい、ラジオの、そうラジオの日、自己紹介とラジオの日ですよはい、はい、タイガーマスクのランドセル基金担当の花田悦子と申します。はい、ラジオというと、うん、私は昔あのオールナイトニッポンとか、そうだよね、ああいうのをすごい本当そうだよね、聞いてたかなって思って、結構遅い時間にやってるんだよね。タラッタっていうね、あのそうそうそう、いつもそれでカップラーメン食べてるもうセットなのね、そう夜食とセットね、そうあれをすごい聞いてた記憶があります。そうだよ、でも今でもそうだよね、きっとずっとだよね、そうなんですよ、それが楽しみで、うん、はい、聞いてました。そうだよね、あれを聞きながら受験勉強していましたっていう人って多かったんじゃないの。してた、してた、もちろん、うん、もうそうだよ、ほんとそう、私はちょっと受験勉強はしたかしないかってちょっとクエスチョンなんですけどねでもね、その頃にそういったね番組を聞いていて、うん、今こうやってまさにラジオ番組出ているっていうところはどうですか、うん、いやもう想像、確かにそうだよね、想像できてない、本当だよね、うん、ねえ、うん、まさかでしょ、うん、はい、本当だ、別世界だと思ってたので、そうすると不思議ですね。不思議だよね、そうだからね、そういったことを考えると、うん、なんかこうなんていうのかな、またこれからの人たちも、あ、いつかここに出るとか、うん、出たいって思っていたら、うん、なんかね、うん、こう、運が巡ってくる、うん、可能性ありますよ ね、うん、いくらでもある、いくらでもある、うん、全然平気、本当にね、うん、花ちゃん実はあの解禁賞ですからね、あとにかくもう素晴らしい、もうスタートしてから解禁賞なんで多分私だけですよね、鳥羽社長とね、うん、私はね、ほら途中はそう、モンゴルみたいな、まあまあまあ、衛星中継でも、そうね、まあでも一応ここはね、出てるんです。そりゃそうだ、すごいでしょ、すごいでしょ、うんうん、素晴らしい、そうなんです、今忘れてましたね、はい、素晴らしいです、以上です、今宵もよろしくお願いします、はい、お願いします、それでは紅白の感じで今日は白 い、 いいですね白い T シャツの金ちゃんお願いします。よろしくお願いします、はい、国際ビジネス、コンサルティング協会の理事、そして、今日お話もできるこの陽水瞑想ダイビング学科の講師をやらせていただきます、うん、金井俊成です、はい、金ちゃんとお気軽に呼んでいただければ
お願いいたします。はい、であのきっと皆さんですね、先ほどスタート前になんかこうあらは上半身裸ああそうだ、そころがちょっと映ってて、映ったの、そう、私たちも笑っちゃったんだけど、笑っちゃった、そうなんだ、ごめんなさい、そうそう、いいの、いいの、いいの、なぜその姿を見せたかったかっていうのはこの T シャツにあるんですよ。これ、うん、これね、これ撮った方がいいの、うん、ちょっと立ってみて、ちょっと立ってこう見せるといいかもしれない、ね、ほら、お魚、お魚、この魚、幼魚水族館うん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 、あるんですけども、はい、こう入ってないからね、はい、でこれね、デザイナーちゃんと、そう、デザイナーさんの、すごい可愛いの、すごい可愛いね、売り切りなのでもう売ってないんだ、もう売り切れで、はい、もう売り切り商品ということでね、こういうの見たら欲しくなっちゃうね、うん、どうぞお座りになって、まあ、はい、そうね、まあ、この T シャツもちょっと見せたかったということと、はい、そういうことです。じゃあ、はい、あの金ちゃんがラジオという思い出はどうでしょうか。そう、今日実はラジオの日っていう ね、その皆さんしたあの東京の愛宕山で最初一番最初に始まったっていう、うん、すごい日です ね、その日にオンエアしてる、うん、その場にいるこの4人、うん、これはもう来てますね、素晴らしい、来てますね、来てる、来てる、で僕今ねちょっとあの今振られてラジオしたら、我々の頃ってこうチューニングって言って今はほら押すじゃないですか、そうね、合わせなきゃいけなかった、そう、でなかなか合わないんだよね、あれ、そうで、多分こんな話をして皆さん何おっさんの話してんだって、本当我々そうだったんですよ、こう一生懸命やってでアンテナをこう自分で張って、うん、音の入るあれがそんな時代だったんですよ、風向き、電波向き、あのそう、電波の向きによって配線変えると、うん、まあ、ちょっとでもまあそんなね時代があったっていうのを知るだけでも、それが今日現在、今日23年4月につながってるってことも知っていただけるといいかな、だからその今日なんかふと今ラスがね動いてチューニングの話をしろって今来たから、こういうふうに言えばピーピーピーっていうね、本当にあのどうしても聞きたいっていうような番組に限って入らなかったりして、そう入んないなんでだよ、そうで一生懸命アンテナあったりとか、もうそういう時代だったんですよ本当に、もうあとラジオを叩いたらラジオの向き変えたりとか、もうね今ので考えられないでしょみんな、今みんなこうでしょそう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 、あのね今スマホとかで一発でビシッていくけど、一発でいかないんだもん、いかなかった、そう、そこから修行っていうかね、そう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 、でやっぱりあの上達やのジェットストリーム、あー、ね、そっちも、ね、確かにあれでしたけど、僕はやっぱそっちでテレレレレこう JAL のね、そう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 、ね、未だにねずっと続いてますからね、そうですか、やっぱあれでこう世界観をね、うん、何とも言えない、なんかねちょっと異次元に誘われる感じの、ね、あのね入り方ですよね、あれね、そんな感じです、うん、はい、なるほど、はい、そして今日もそうです、今日もね実は海帰りだから、ね、また後でね海についてお話しきますね、やっぱりそういう世界でこう異次元へこう、だ今日もそうじゃないですか、こうやっぱ異次元にこう行くっていうのはすごい楽しい、うん、非日常っていうところで、まあ皆さんの今日もね、はい、演出できればいいなと思ってますので、はい、よろしくお願いします、今夜もよろしくお願いします、ありがとうございます、はい、そして久しぶりにね、はい、いらしてください、もう 1,2 ヶ月来てなくない、そうですね、春ぶりぐらいですね、でしょ、はい、ねえ、ありがとうございます。はい、この5本ですね。はい、うまくいく人は声がいいというね、うん、の著者さんですけれども、はい、はい、久しぶりの、ね、はい、お願いします。はい、お久しぶりです、はい、声の専門家清川恵理子と申します、2020年に迷ったら声で決める、そして2022年ちょうど1年前ぐらいの夏ですけれども、うん、このうまくいく人は声がいいという声の本を2冊出版しております、はい、よろしくお願いします。そうだ、ラジオの話でしょうね、そう、皆さんのラジオのね昔の話を、うん、ね、結構思い出の話をしてたんですけれども、うん、実は私のあのラジオの思い出ってこの2年前ぐらいなんですよ、というのが全然ラジオって聞いたことが実は若い時なくって、へー、ジェットストリームですとか、うん、そのオールナイト日本とかの噂話は聞いたことがあるんですけれども、うんうんうん、実はラジオって全然聞いたことがなくって、うん、じゃあどうしてラジオに関わるようになったかっていうと、うん、2年前にその先ほど申しました迷ったら声で決めるという本を出版した時に、うんうん、出版して一番最初のお仕事がなんとラジオだったんです、うん、あー、ほんと、そう、そしてしかもコロナ禍でしたので、うん、あら、
1冊目もコロナ第1期の真っ只中に出版しているので、あの大阪のラジオに呼んでいただいたんですけれども、行かれない、だから電話出演だったの、あら、ほんと一番最初のラジオが電話出演で、でこうなんだろう、台本みたいなのも送られてきて、ラジオの世界を知らないですし、ラジオにしかも電話で出るってどういうこと、もうすごいなんか家でドキドキして、この、まあ、係の人とメールしたり、こっちは電話でやり取りしながら、じゃあ始まりますみたいな、家のリビングでデビュー、ラジオデビューしたのが初めてで、で2022年にこのうまくいく人は声がいいという本を出版したら、またそのラジオ局からお声かかりまして、今度はなんとコロナ、まあ途中ですけれども、去年なのでね、あのでも来てくださいということで、なんと大阪まで行ってきました。そう、そしてなので1冊目の時にお話しした方々とまたお話しすることが、今度そうリアルで、あの時の方ですねってお会いできて、なんかすごく嬉しかったのを覚えてます。わー、素晴らしい ね、いい経験されましたよね。しましたね。そういう意味では、そうイレギュラーって逆にいい思い出になるので。そうなんですよ、なかなかない、多分一生覚えてると思うんで、ね、ラジオのその出演は、電話でドキドキ して、またこう2冊目の時に今度はリアルでね、あったという、なんかちょっとまあまあなので、このね、渋谷クロス FM さんにもいつも呼ばれていますし、いろんなあのラジオにも出させていただいて、なんかラジオ大好きです。あー、いいね、はい、いいよね、本当大好き。なんかこのリアル感、で特に今日は生放送じゃないですか。そうですね、収録じゃなくてやっぱ生放送の方が、私音楽家なので、あのドキドキするんです、というかなんか嬉しい、ワクワクする、でそっちの方がなんかこう喜びを感じるんですよね。同じこと喋っていてもやっぱり生放送っていいですよね。そうですね、なんかそのまま届いて、でまた反響がそのまま返ってくるっていうのもやっぱり良さだよね。そう、本番がそのままリアルタイムに伝わるっていうのはいいなって思っています。なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあこれもよろしくお願いします。お願いします。はい、今日はですね、人数が少ないので、私もラジオについてということで、私実はあの私というよりも、まずこのクロス FM がこの7月で、7月7日、8日、7日、はい、7日に8周年記念迎えましょう。イエーイ、やったやった、そうなんですよ。で7周年、8周年、もう8周年で、本当にコロナ禍でね、こう6周年、7周年とかちょっとこうわーっとできなかったのを、本当に今年はね、皆さんと百数十名が集まって あのお祝いができたということで、素晴らしいなと思います、で8周年でしょ、で私はもう6年半この渋谷クロス FM に通わせていただきまして、なんかね、歴史を自分でも感じるんですよ。なんかね、でじゃあずっと遡って、あのラジオ初めて出たのいつっていうとね、もう30年までいかないかな、でも30年近くなっちゃうのかな、あのオーストラリアにいた時に、オーストラリアでやっぱり電話出演だったんですけど、日本のあれジャパンタイムス系のなんかのちょっとこう番組があって、でそのオーストラリアの状況を教えてくださいみたいなのがあって、でそれがね、忘れもしないクリスマスの前だから、その真夏、南半球だから、もう逆なので真夏でしょ、でじゃあ真夏のクリスマスはどんなクリスマスみたいなお話をしたんですよ。でサンタさんが、サーフボードに乗ってやってるわけとか、そんな話をしたのを覚えていて、やっぱりね、もうそう30年近い前とちょっとタイムラグがあるのよ、電話で。こうですよねって言って、こうですねって言うと、ちょっと私が言った後に、はい、そうですねってくるから、ワンテンポちょっと遅れてくるんですね。だからそれはちょっとね、こうそのテンポを取るのも難しいなーなんて思っていたのも覚えてますし、そしてそんなね、この30年近くを経て、まあ25年ぐらいか経て、この渋谷クロス FM でこうやってね、毎週水曜日夜10時からって、こんなくるくるってくるくるやって6年半というのもすごい、なかなかしいくるくる歴6年半、ね、あ、じゃあそれまではこうしゃべって参加で、今はほらなんていうか主催というか、そういう風に切り替わったの。そう、でもね、全然その間はそういうのがラジオは特になかったんですよ。あれはたまたま、誰かオーストラリアにいないかなっていうことで、知り合いが、あ、白羽の矢が立って、そう、知り合いがいるわっていうことでね、なんですね、
なんか不思議ですね。不思議ですね、うん、そして電話出演同士、そうそうそう、ちょっとなんか親近感ね、はい、嬉しい、本当本当で、今ではほらコロナがあって、はい、電話ではなくもうズームでこう画面も一緒に出ちゃうっていうね、この間モンゴルでね、そうそう、ね、ああいったのもできるっていうのもやっぱりこうどん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 進化してるなーなんて思って、うん、ね、素晴らしい、はい、そしてね、この8周年を迎えた渋谷クロス FM で、うん、この4人で、うん、今日はまたお届けしていくということで、うん、はい、はい、よろしくお願いします、イエーイ、はい、ということでですね、ここで、仲良しランデスルを、ね、はい、お届けしようと思います、はい、でその後半は、あ、後半というかその後は、海の話、ね、あ、いいですね、そして声の話聞かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします、お願いします、はい、それでは今宵のファーストナンバーは仲良しランドセル、はい、今宵のファーストナンバーは仲良しランドセル、実はこの歌は花ちゃんが作詞をしております、はい、ね、はい、素晴らしい、天から降ってきたんだもんね、はい、素晴らしい、そうなんです、そのうちみんなでダンスをしたいと思いますので、ね、お楽しみに、はい、ありがとうございます、はい、さてさて、実はまあこの夏といえば、はい、はい、海、海です、海といえば金ちゃん、イエーイ、そうそう、で今日ね午前中には潜ってきて、ね、はい、お帰りになってね、そうですね、こう来てくださったということで、はい、今日はまあいよいよ
ダイビングの季節ということ で、うん、そうですね、ちょっとねそのダイビング話、実は今日いらしているエリコさんも、はい、ダイバーということで、ダイバーということで、今日ちょっとの話がかなり ね、うん、ダイビングとかよく知ってらっしゃるのですごい嬉しいというかやっぱり、ね、いいよね、はい、そうそう、だからちょっとそのあたり、はい、私たち女性はね、もう焼けちゃう、炎天下じゃないの、うん、どうなの、こうなのってちょっとそうですよね、まず心配なんだけど、うん、そういったところはどうですか。ありがとうございます。一応もう年バレバレで約40年やってるので、うん、やっぱり今おっしゃったようにその嫌な部分って、まあ、どの世界もそうですよね、うん、だからそれを全部カット、嫌、嫌い、怖い、面倒くさい、うん、あと水着、あ、そっか、それがなければいいんだって思っちゃってるわけですよ。うん、だから結局その嫌なことがなければいい、それ例えばダイビング、例えばじゃあ料理でも、例えば基本どの世界でも嫌なことさえ全部カットしちゃえば、あ、なんだっていう意見がすごく多くて、逆にそこをお客様から教えてもらったんですよ。ガキたちの例えば、だって金ちゃん息できないんでしょ、冷め出るんでしょ、足つかないんでしょ要は逆のことを全部言われるから、うんうん、え、そんなことやったことないよ、本当にそう思ってるから、うん、よく言うのはサメってみんな言うんですけど、会えないんですよ会えない、確かになかなか会ったことない。で、波来るでしょ、いや波ないよって話だし、うんうん、だからその波の来ないところに行くんだもんね。だからで世界行けば波なんかほとんどないですか ら、 から日本の皆さんこうね、例えば日本海でこう親知らずみたいな話をしたりとか、うん、それは悪く言ってるんではなくて、バッシャーみたいな、うん、例えば演歌でこうね、そうそうそう、耐え忍ぶとか、バーみたいな、バーみたいなこう映画の始まる時のね、そうだそうだ、だそんな海行きませんっていうか、そんなとこ逆に行ったらいけないって言われてる、うん、そうかそうかそうか、だからそもそもそこに行かないじゃないですか、うん、ダイバーは、うんうん、だからあまりにもなんか皆さんこうほら妄想族がすごいので、なるほどなるほど、で基本的によく考えたら僕の怖がりだったっていうのは最近よく気がつきまして、うん、うん、でもそれはいいことだよね。そうですよね、すよ、気持ち分かってもらえますもんね、うん、ほんとほんと。最近思うんですけど、弱い人の味方じゃなくて、うん、僕が弱かっただから恥ずかしいんだけど、未だにインストラクターに左耳が抜けないんですよ。へえ、どうされてるんですか。時間かかる感じ、時間かかる、うーん、私も時間かかる、そうなんですよ、はい、だから皆さんちょっと分かんないですか、一瞬潜っていくときにお客様の方が先行っちゃうんですよ、うん、あーそう、で私と同じタイプだ、みんな分かってるので僕が後から行くと、こんなありえないじゃないですか。そう、普通インストラクターは下に潜ってて、一番最初に潜ってて、おいでってやるのがインストラクターで、私なんかはやっぱり耳抜きが下手なので、うん、みんな下に潜ってて、インストラクターが下からこう手振ってくれて、うん、それからごめんねごめんねって言いながらだんだん下がっていくっていうのが普通のインストラクターのイメージ。そうか、だから今日まさに振ってすごく一緒なの、また真逆の道を40年やっちゃってるんですよ。この始まりが、うん、まあ、僕はあの渋谷にある大学の、うん、スキューバダイビング部だったんですけ ど、うん、ど当時人数多いので同期が15人もいたんですね。へー、すごい、頭が不自由だったので、うん、そのドンケツなわけですよ、うんうん、怖がりだし勉強もできない、だから全然できないわけですよ、うん、でもやってみたい、興味はある、うんうんうん、ね、本当に人魚会えるのかとかいろんなこと考えて、で潜った時に息ができるじゃんっていうのは今も捉えてるんですよ。あら、肺呼吸の人間なのに、はい、自然に、え、息できるじゃんっていう、すごい、それがもうだ、それを皆さんに伝えたいだけなんですよね。だそんな中で、うん、この花ちゃんも去年体験したよね。そうなんですよ。でそのこれダメあれダメこれは大丈夫だったのね、うん、そうですね、あ、一言言っていいですか、はい、花ちゃんは最初全く乗る気がないんですよ。やる気もない、嫌だ、行かない、行かない、だからあーもうどうしようですよ、うんうんうん、あ、無理なんだなって想定で言ったわけですよ、うん、その花ちゃんが2回だっけ、うん、3回、3回も潜ってくる、もうね涙どころじゃないんですよ、嬉しくなっちゃって、それはどうだったの、どうだったの、いや、どういう心境だったの？1回目初めて本当に、うん、潜った時に、うんうん、今金ちゃんが言ったように、うん、海の中、水の中で呼吸できるっていう体験を初めてしたんですよ。なるほど。その前に、まあ、呼吸法としてね、なんかもう吐いて、うん、ゆっくり吐いて、ゆっくり吐いて、うん、で
ゆっくり吸っていくみたいな、ねうん、ことを言われて、だから一回はーって吹いて、うん、でそのままこうやって潜っていった時に、えって海の中で呼吸ができるって、えーって、でもまあびっくりするよね、びっくりしますよね、初めてすごいね、でその時にすごいって思って、うん、そこからなんかこう病みつきになってちょっとね、で呼吸が深ければ深いほど、うんうん、どん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 こう下に、あ、そう、確かに吐くとね、そう下がっていく、そう、さすがさすが、そう、うん、それでそこで呼吸が深くなればなるほど、うん、今度魚と目線が合ってくるんですよ、うまい表現だな、いや、いい今の表現素晴らしい、そう、表現がうまい、ゆっくり呼吸をしてると、うん、魚たちがこう目の前にこう寄ってきて、うんうん、みたいな、すごいみたいな、うん、なんかそれでなんか3回も入っちゃったんだよね、そうで一度休憩入ったんですよ、はい、で心理的にはもう多分ダメかなと思うわけですよ、うん、そうか、花ちゃんね、うん、花ちゃんだからやめてってなってたから、で他にもいらっしゃったから、もう集中は花ちゃん、よ、うん、えっちゃんだったのか、もうえっちゃん、でこれは自信があるのは、あ、ちょっとダメな、あるこう旅行会社からクレーム客を僕23組全部受けたんですね、うん、当時で一応全部生還して、うん、世界中のクレームの方を打ち受けたんですよ、うん、でそこから4人がプロになってるんですよ、何何何何すごい、何のミラクル、僕がやっぱり弱い、今も弱いから、うん、気持ちが分かるんじゃなくて、うん、そういうことしかできないんですよ、うん、だから浅くて遠浅で足がついて、うん、波がなければ、でなんで用水って言ったら、お母さんの中で怖いなんて表現ないじゃないですか、うんうん、ないない、でみんなそこから出てきてるから、うんうん、怖い、一番安心なんですよ、そうですよね、だから一番安心してる中で、うん、息をふーって吐けば楽だよねっていうところから、うん、えっちゃんと一緒にこう作るのに5回ぐらい何回も何回もやって、これはやっとできたんですけど、なるほど、そうですね、本当に何もない、うんうん、ね、足もつく波もない、遠浅、うん、安心で水着になる必要なし、うん、そうすると女性は水着っていうキーワードが一番引っかかるっていうのも知ったんですよ、うんうん、あ、そうですよ、うん、そこ、そう、でも私も最初そう思っていて、そうですよね、でもよく考えない、水着でしかも焼けるって思っちゃうんです、うん、そうね、でも行ったら、あ、ウェットスーツ着る、そう、つまり手首まで結構ロングで、うん、あれこれ焼けないかもしれない、うん、でグローブしたり、ね、ラッシュガードとかラッシュガードしたりして、だからもうそれでいいんですよって言うと、うん、えってみんな、うん、じゃあ行くってなっちゃうんですよ、うん、はい、じゃあ今までの怖いっていう表現は何だったのって言いたくなるし、だからなんか勘違いがすごく多いので、 そうです、そこをだからちょく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 してあげれば、だってもともとお母さんのお腹の中にいたんだから、そうだよね、その後の後天的に何か思ったことで、何もないですよってことを僕は伝えたいし、うん、でお母さんの中に戻るってことは本来の自分に戻れるじゃないですか、うん、そしたらもう一回リフレッシュして、うん、アーシングしたりグラウディングして、それで気づいたことをもう一回社会にフィードバックしていただければ、うん、もっと日本は良くなるし、うん、もっと地域は良くなるし、自分だってもっと良くなれるっていうところを僕はやっぱりダイビングを通じて気づいてほしい、うん、ダイビングを教えたいわけではなくて、うん、そこにもう一回自分の魅力を、うん、戻していただきたいっていうのと、うん、はい、ね、あの去年からね、このコースね、はい、いろんな話を聞いてますけど、実はダイビングってなってるんだけど、うん、ダイビングよりも他の時間の方が盛りだくさんっていうパターンなんですよね。リトリートってなんですよ、ね、直球で言うんです、うん、ダイビング以外に18のアトラクションを用意してそんなのないですよ、普通のダイビング普通やらないですよね、はい、それ何日間ですかっていう感じで、ね、本当ですよね、日帰りなんでしょう。やっぱ本当師匠に感謝師匠がすごくお前本当遊びのプロになれって今も覚えてますし、うん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 、お客様は大事な時間とお金を使ってきてるんだから、うん、預かった瞬間から非日常にしなさいっていうのを今もだから本当にもう遊びまくるっていう、だから同じ24時間なのに、うん、金ちゃん1日ってこんな長いんだねっていうのがみんな言うので、だからそうなんだ、時間の捉え方も変わるし、うん、だから本当にその自分の頭の中をもう一回右脳と脳幹と感能を刺激していただいて、うん、新しい自分に生まれ変われるっていうところを、うん、本当にこの地球に感謝して海に感謝して生きていけるっていう、うんうん、本当に海に感謝したんだね、はなちゃん。そう、それで、うん、本当にこの1日のコースが本当にすごくよくって、うんうん、あ、ちょっとね、これを見せてもらおうかな、ここあ、大丈夫、出るんだな、見えた見えた、見えた、はい、はいはい、ね、このお団子食べたりとか、そう、まあ、集まった瞬間からまず
食べに行くので、まあ、あの金ちゃんダイビングいつ行くんですかっていうぐらいずっと遊んでるので、そうドライブと、そうドライブと、ドライブと景色見て、写真撮って、そう、そうでみかん買ったりとかで、うん、ね、食パンのところこれがまたね、美味しいでしょ、人気でもほとんど買えないんですよ、もう、あそう、エビとか、エビパン、エビパン、あエビっていうあのお店の名前で、うん、ここはアンパンが美味しいんです、あの静岡はね、売り切りが多くて、そう残さないっていうかね、そうでね、このお団子がめちゃめちゃ美味しくて、うん、これをもう、ね、ほんとそう、あの無添加なんですよ、しかもあらららららら、いやー美味しい、出来たてのね、その日の出来たてを、ほんとね、心がね、全部解放になっちゃうんです、うんうん、脳みそも、ほんとに神社も行くよ、あもちろんお風呂もあるよ、お風呂もあるんですよ、すごい、もうとにかく満喫、ね、満喫、うんうん、もう、うん、これでもかっつぐらい遊びを用意してるので、うん、お客様が行きたいって言ったらやります、うんうん、ね、うん、久々に、ただしヘトヘトになります、ヘトヘトになるこんなに遊ぶと思わなかったって、最後には帰りも、帰りも新幹線の中で爆睡してました、うんうんうん、で最後のその食事がもうね、ね、もう美味しいんだ、また本当に美味しくて、地元の取れたてのお魚がね、あのね、あの A ちゃんも魚、理事長もほら食通じゃないですか、はい、あの理事長でさ、金ちゃんこんな美味しいのないよっていうぐらい、あらららら、舌が肥えてる人でもやっぱりうなるので、うん、へー、ちなみにね、こんなにいっぱい、あれだけど、はい、これは何から、何と何が含まれているの？そう、何かというと、例えばほら、そね、その着るものとか、そうですよね、あ、そういうことですね、そうだってさ、これね、このアトラクションいっぱいなんだけど、そうですよね、いやなんかでも、うん、見てて今思ったんですけれども、うん、あ、なんかほとんど手ぶらな感じで行くんだなって、この持ち物がね、うん、本当に3つか4つしかなくって、うん、ほとんど手ぶらで行って楽しんで、なんかいいなって思いました、いいね、やっとね、このヒントはありがとうございます、うん、あのもう今皆さんスキーでガーラっていうのが湯沢、ありますね、あのキャッチコピーで僕はそこから、当時まだ20いくつだったんですけど、手ぶらでスキーっていう時に、あ、手ぶらダイビングっていうふうに決めて、それで今日に至ってるんですよ、うん、もう体一つでいいよっていう、うんうん、それってさ、行きやすいよね、行きやすい ね、 ね、あれもこれもとか買ったりとか、全部こっちに任せてくださいっていう、そうそうそう、嫌だもん、でまあ、ちょっと言えない部分もあるんですけども、うん、っていうか体一つで十分ですよってスタイルに僕は持ってきちゃったんですよ、うん、あ、だからここの持ち物の少なさにびっくりしました、私行くときに、うん、あのダイビング行くときトランクだもん、ガラ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 、いろいろね、ゴーグルだなんだ、手袋だなんだって結構いるんですよね、いるものがあるんですけれども、うんうん、そういうのをまず揃えるのもめんどくさいし、うん、なんかこうね、あの買いに行ったりもめんどくさいですし、うんうん、あ、忘れ物ないかしらって家でやって、もう結構前日はね、準備に追われちゃうんですよ、ダイビング本当はね、だけど今見た時にエリちゃんそこまで言ってくれたんで、もう言っちゃいます、はい、日本の住宅事情ってまず置く場所がないと、ない、乾かす時間が、結局そう、だからさっき言って全部カットしちゃってるんですよ、うん、そこめんどくさい部分も、めんどくさい、嫌だってことを全部カットしちゃえばいいと思って、うん、だから任してくれと、うん、全部こっちでやるからっていうスタイルのが表現されてる、すごい、だ料金以外は自分に口入れるとか、そういうものはお代は出してもらいますけど、うん、それ以外全部こっちで用意するので、うん、任してくださいっていうのが、うん、もう、うん、そうすると皆さんは帰るだけでいいので、うん、家帰ってなんか干さなきゃいけないとか、そうね、そう、干すの大変なんですよ、広げちゃって、あの濡れたものを持ち帰るって重いのよね、そうだからね、重いの嫌だからトランク、もう生放送行っちゃうの本当に、結局そういうでインストラクター言いにくいんですけども、難しい、そうね、そ、難しい部分を全部カットしちゃったんですよ、うん、まあ、あのインストラクターじゃない私が言うと、うん、言ってあげましょう、一言で言うとダイビングはめんどくさい、だからその部分をカットしてくれる、だから全部、これすごいなって、今チラシ見て、実際僕とダイビングと僕ザックで行くんですよ、あ、そう、一切持たないので、うん、どこの旅行、ダイビングパラ、ね、スーパラをタッチ行っても僕ザック1個で行っちゃうんですよ、スーツケースゼロ、でこれは一つネタがあって、スーツケース女性が1個預けると1万円くらいするじゃないですか、うんうん、僕が空いてれば1個分僕も持てるので、あ、なるほど、そこまで計算してるんですよ、だからお客さんに負担をかけずにいかにコストを下げて、うんうんうん、
手軽で生きるか、うん、でなぜそれができるかというと今レンタルが完備されたんですよ。なるほど。昔はそれができなかったので、今で女性は色も選べてあるじゃないですか。そうです。今日はピンク、うん、明日は黄色だ。これがレンタルだったら、うん、どうせ同じ1万円払うんだったら現地で払った方が、確かに、で手ぶらで帰れる、うんうんうん、で羽田成田で終わってもじゃあねって言ってガラガラしなくていいんですよ。その電車乗ってもいいし、モノレール乗ってもいいし。なるほど。だって本当にそうすればイチローさんも言うんですけど、野球の裾が増えてほしい。僕は海を愛する人を増えてほしいんですよ。それがこんな持たなきゃいけない面倒、ね、おっしゃる通り。じゃあそれカットしちゃえばいいやっていうのが僕のスタイルなので。なるほど。そう思います。ね、もうお申し込みをね、うん、そうです、どんどん受けてますよね。今なんかどんどんお問い合わせが入ってるっていうので、はい、もう細かいとかどんどん聞いてもらって構いませんから、ね、とにかく無理負担をないようにして、うん、楽しむことに集中してもらえる、うん、そうしましょう。でもこれ早く申し込まないと、だって限定1日4名って、はい、そうです。でその人数の方がリフレッシュできるので、うん、細かいところも聞くことができるので、うんうん、悩みとかその心配全部言っていただければ。そうだ、だから臨機応変に動けんだよね。そういうことですよね、うん、これが人数多くなっちゃったわけなんだもん、ね、そう、いろんな意見が出てるから、ね、だからもう For you です。もうあなたのために金ちゃんをレンタルしますから、うんうん、1日丸ごと僕をもうモップのように使っていただければ、うん金ちゃん独り占め。だから僕カナエさんとか先生って言葉は禁止してるので、そういうふうに言うとシャッター閉まっちゃうんですよ。なるほど。言えない、先生こんなこと言っちゃいけないとか、うん、そんな関係ない関係ない、うん、対等です、うん、命は対等ですから、うん、なるほど、はい、いや面白そうだね、うん、また行きたいと思いますか。はい。わあほら、うん、そうだから私も水着がすごくなるのちょっとどうなんだろうと思ったんだけど、うん、今笑いました。いや笑った。いやこれがね、これ女子みんな共通のことなの。で、ちょっとだんだんお姉系入ってるんだけど、ね、世界行くと外国の方って自由なんですよ、うん、スーツ着てない人も多いし、うん、もうあまりにも自由すぎて僕団体何回も問い合わせしたら全部ローカルルールだからいいんですって言われて、じゃあいいじゃんっていう、うんうんね、じゃあよかったね。だからスポーツウェアで、うん、そう入りました、ね、全然いいんですそれで、うん、長袖長ズボン ね、長袖長ズボンでラッシュガードだから、ラッシュなんでも好きなものをみんな着てきて、で帰りは着替えと、うん、あとサンダルも用意してほら靴とかも、うん、てか乾いたものを用意しておいていただければ、うん、濡れていいんだ服で潜っちゃってもいいし、うん、全然それも構わないので、ね、で外国の人がみんなそうです、みんな T シャツで潜っていっちゃうし、そうなんか短パンで潜ってる人結構いますね、よく外国で。今日本ってやっぱ真面目、うん、本当日本のか僕も含めてみんな真面目だからこうしない、うん、チェチェじゃん、世界はそんなこと誰もやってないって。うーんなるほどなるほど。じゃあちょっとダイビングもグローバルかね、グローバルかね。でもねエリちゃん言ったように本当体一つ持ってきてくれれば楽しむ、うんうん、そうね、で必要であれば自分で買えばいいんですよ、うんうん、そんだけの話ですから。なるほど、うん、素晴らしい素晴らしい素晴らしい、これ楽しみです ね。いやもう本当丸一日面白い、楽しんでいただければ、ね、楽しく、なので一応9月末ぐらいまでの、あったかいのは9月、はい、そこでね集中ですから、はいはいはい、ぜひ皆さんお問い合わせをよろしくお願いいたします、はいね、お願いします。イエーイ。もうあっという間にですね、うん、もう後半もあれなんですよ。本当だ、あっという間ですね、うん、なので、ぜひ、うん、今日は久しぶりにエリコさんがご登場なので、はい、あ、どうもありがとうございます、うん、せっかくなのでね、うん、うまくいきたい人っていっぱいいると思うんですよ、うんうん、そうですね、うん、だけどなんかうまくいかない、うん、何っていう人もいる、うんうん、じゃあ声を変えるとそうです、ちょっと変わるでしょ、うん、はい。じゃあそれはどんななんかこうアドバイスというかなんかあったらなと思って、じゃあ皆さんね、うん、ちょっと聞いてみたいんですけれども、はい、うまくいくってどういうことだと思います、うん、自分の中でじゃあ今からうまくいくことってどういうことかしら、いろいろね、例えばまあビジネスやってる方とか、うん、まあ、うまくいくって恋愛とかもありますよね、そうね、ビジネスでこう自分がこうトップに立った時にどういうふうに人に接するかとか、うんうんうん、いろんな声の使い方ってあると思うんです、うん、でもうまくいくために共通して言えること、うん、それは一つで、うんうん、自分の声、つまり自分の意見が人にちゃんと聞いてもらえることだと思うんです、うん、恋愛でもそう、自分の気持ちをちゃんと相手に伝わること、うん、ビジネスでもそう、自分のね、こう企業理念とかをちゃんと人に伝わること、うん、伝わることっていうことは伝えることには声が必要でしょ、うん、必要必要でしょ、もちろんね、うん、メールとか手紙とかいろいろ伝え方はありますけれども、だいたいこう人に伝えるときって自分の思いを伝えたいときって声じゃないですか、うん、そんなときに
じゃあどうしたらそのうまくいく声を手に入れられるのか、うん、うまくいってる人を思い浮かべてみてください、うん、だいたいみんなね声が通る、うん、しっかり声が通って、うん、おしょぼしょ喋ってない、うん、なるほど。だから人のこうその人の話を聞きやすいし心に届いてくるんです、うん、そう、うん、それがうまくいく人の声の共通点、うん、そう私ね来てなかった時に、うん、なんで来てなかったかっていうと何が忙しかったって、うんうん、春にね港区の区議会選があって、はい、その時にウグイス嬢ちゃんたちの指導をしてたんです。なるほど、忙しかったね。じゃあそうなんです。そういうことか。そう、もう若くてピチピチしたウグイス嬢ちゃんたちのね、はい、隣に座ってこうだーだって全員やってたり、はいはい、あとは政治家の人にいろいろあって、うん、街頭演説の指導をしたり、うん、あとはなんかこう司会したりですとか、うん、まあ、そんなことをいろいろやってたんですけれども、うんうん、気がついたんですよね。政治家皆さんいいことばっかり言ってる、まあ、同じように聞こえてしまったりですとかいいことみんな言ってる、うんうん、でもね声がいいとみんな止まってくんですよ、うん、みんな声がしっかり通ってる政治家さんのところには、うん、あってみんな目が行くの、うん、正直皆さん理念があるし、うん、皆さんこう熱意もあるし素晴らしい政治家さんたちばっかりなんだけれども、うんうんうん、その差は何かっていうと声なんですよ、うん、わー、うん、そう、そこに気がついてしまって、うん、ますますね。なるほど。うわ、やっぱり声大事だと、うん、同じこと言っててもこれだけ聞く人が対応が違うと、うん、じゃあうまくいってる人の声、つまりその耳を傾けていただいてる政治家の人の声ってどういう声か、うんうんうん、内容じゃないんです。声が恐ろしく通る、ね、ものすごくマイクに乗るし、ものすごくビシッって響く声をしている、うんうん、じゃあそういう声をするにはどうしたらいいか。そうそう、どうしたらいいの。そう、それはですね、呼吸なんです。わ、結局結論は呼吸、はい、私よくね本にも書いてますけど、うん、息を制するものは声を制するっていう言葉を1冊目も2冊目も書いてるんです、うん、つまり呼吸を制するものが息を声を制する。呼吸さえできてれば声っていくらでも良くなるっていうことを書いてあって、うん、はい、声に大切なことって私呼吸8割9割なんじゃないかなって思ってるんです、うん、へー、あとはテクニックが1割2割、うんうん、ちょっとしたテクニックありますよね、うん、でもほとんどがもう呼吸です、うん、呼吸が良ければその抑揚もつけられますし、うん、相手にどうやって伝えるかっていうことも、うん、こう緩急もつけられますし、うん、いろんなことって全部呼吸でコントロールしてるんですよ、うんうん、ですのでうまくいく人の声、これは呼吸だと私は思っています。すごい、はい、これは大きなヒントですね。ダイビングもそうなので、あ、そうですよね、呼吸で説明しますでしょ、お客さんとかに。海潜る時も本当呼吸なんですよ、うん、本当、ね、呼吸8割9割そうですよね、うん、わあ、共通点、共通点、呼吸、呼吸、これはね、うん、かなり深いテーマだと思います、ね、はい、で呼吸っていうのはじゃあどうしたらいいのって、うん、まあ、基本は腹式呼吸っていうふうに言ってるんですけれども、うん、ね、腹式呼吸って難しく考えてる人が多いんですけれども、うんうん、ね、寝転がってやったらいいのかとか壁になんか寄りかかってなんかこう壁ドンの姿勢でやる人とかもいますし、いろいろな方法があるんですけれども、うん、ものすごく実は簡単で、うん、たった2つのことだけで腹式呼吸ってできちゃう、うん、みんな考えすぎてるだけで、うん、います。お願いします、うん、息を吸ったらお腹が膨らむ、うん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 、で吸ったらお腹が妊婦さんみたいに膨らむのが理想ですね、うんうん、で息を吐いたらお腹がへこむ、うん、ぺったんこになる、うん、女子は得意ですね、ぺったんこにする、うん、この2つだけ、これが腹式呼吸の原理、うん、なのでこの2つを息を吸った時にもう本当に座ってたり電車に乗ってたり家でテレビを見てたりする時どこでも構わないんですけど、うん、息を吸った時にお腹が勝手に膨らんでると、うん、で吐いたらふーってやったらぺったんこになる、うん、この2つをやっていただいて日々やってると自然にできるようになります、うん、ですので私がなんか講演会ですとか、うん、まあ、セミナーとかで腹式呼吸全員並ばせてやったりするんですよ、うん、へえ、そう、端からこう腹式呼吸で、ね、切っていくことをやってるんですけれども、うんうんうん、そうするともう1日で習得してきます。なんなら30分のそのワークの時間で腹式呼吸全員が体得しちゃうぐらい、うん、腹式呼吸ってすっごい簡単なことなんです、うん、へえ、
なのでね、ぜひ、うん、あの腹式呼吸をまず体得していただいて、うん、その呼吸をねどうやったら自在に使えるのか、うんうん、ね、自分の声っていうのは自分の体、つまり自分の体は楽器ですから、うん、楽器が奏でている、自分の楽器をしっかりもうどういう楽器なのかを、うん、よくよく研究していただいて、自分の楽器の特性ってどこなんだろうって考えていただいて、自分の声をね呼吸とともにアップグレードしていただければ、うまくいく人の声必ず手に入るかなって思っています。わあ、ありがとうございます、はい、すごいね。ありがとうございます。まあそういうことはやっぱりじゃあ毎日毎日ちょっと腹式呼吸をやる、うん、はい、うん、まあ、腹式呼吸やるとかまたそれもね考えすぎるのが良くないので、うん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 、ただ息を吸った時にあお腹膨らんだ、うん、あの吸ってただ膨らましてみるだけでいいんです。別に吸えてなくてもいい、うんうんうん、何もただ連動してればいい。ただお腹膨らませることできますよね、吸ってなくても吐かん、吐いてなくてもポコって膨らませられる、うん、でその時にふーって吐いた時にへこませる、うんうん、じゃあちょっとやってみましょうか、はい、吸わなくても吸ってなくても何でもいいんですけど、お腹膨らませてください。あ、でも確かにそうなんだ、ね、これね息が本当は今喋ってますけど入ってる状態、はい、うん、でじゃあふーって言いながらお腹へこましてみましょう。せーの、ふー、お腹へこましましたよね。じゃあ次吸った時にお腹膨らましてみましょうか。じゃあ吸ってみましょう。膨らみましたか。膨らみました。吐いてみましょう。へこませます。ふー、へこみました、うん、じゃあ次もう一回膨らましてみましょう。吸って膨らましてみましょう、はい、せーの、はい、お腹ポンポコリになりました。入ってます、お腹息にね。じゃあ次吐いてみましょう。ふー、へこませていきますよ。ふー、はい、3人ともできましたね。これが腹式呼吸です。なるほど。肺には入ってんだけど、それ以外にそう、お腹が動いてるでしょ。お腹を動かしてればいいんだ。そうです。なので最初は入ってる感覚がないかもしれない、うん、ただ、うんうんうん、でもその連動を自分で意識的にできるっていうことが大事なんです。へー。で今3人ともできてたじゃないですか、うんうん、連動が、うんうん、そうするとやってるうちにだん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 息とこう合ってくる。なるほどね。もうやっぱ体が覚えていくんだね。そういうことです、ね、今多分吐いた時にへこむっていうのはもう体感していただいたんじゃないかな、うんうん、吸った時に入るっていう方がもしかしたら時間がかかるかもしれない、うんうんね、でももう今さ、今皆さん吐いた時のお腹がへこむは3人とも体感しましたよね、うん、はい、そういう風に連動してやってみてください。あら、ありがとうございます。すごいね。じゃあぜひね、やってみてください。次回までにちょっと自分でやってみて、うん、はい、報告しましょう。やってみよう。そうしましょう。何の習慣かがね、はい、そうそうそうね、うん、だってやっぱりそれができることによって、うん、体のね代謝も上がったり、上がります ね肺もちゃんと動くんじゃない。動きますし、うん、お腹もすくから健康になりますね。いいね。なるほど、はい、いやちょっとあの今日の4人の時間あっという間に終わってしまいました。終わっちゃうんですね。本当だ、終わっちゃうんだよ。あっという間はやっぱすごいですね。楽しいとね。すごいですね。ちょっとじゃあの学校からもちょっとお知らせないといけない。お知らせ、はい、はい、それでは最後の1枚お願いします。うんうん、はい、国際ビジネス大学校チャリティーフォーラムのお知らせです。今月4月の29日18時30分からですね、はい、はい、実はあの予定していた方があのちょっと変更になりました。はい、はい、はい、ちょっとあの体調を崩しまして、うん、ちょっとこの暑さとかもありまして、はい、でちょっと大事を取りまして、うんうんうん、あの急遽、岩崎先生の方に、はい、講師の先生を、変更させていただきました、うん、はい、ペップトークの、新しい新刊が出まして、うんうんうん、でその出版記念ということもありまして、ちょっと岩崎先生に登壇していただこうと思ってます。いいですね。いいです、はい、はい、この岩崎先生は日本ペップトーク普及協会ということで、うん、まあ、代表理事をされているわけなんですけども、もともとスポーツトレーナーでね、はい、海外でされていて、うん、で海外でこのペップトークが流行っていたということもあって、うんうん、体得して日本に持ち帰ってきた、はい、ね、はい、そうです。例えばスポーツ選手とか、うん、そういった方たちのこう始まる前の数分にあるこう、うん、一言の言葉でモチベーションを上げるっていうことをずっとあの提唱して、うん、やってる先生なんですけど、うん、それを今度心の中で唱えてもそれができるよということで新刊を出されたんですよね。素晴らしいですね、はい、
すごく人気の先生でですね、はい、よくねいらっしゃいますね。そうなんですよ、本当にあの空いててこの日が、うん、ラッキ ー, ーそうそ う, だそうだったんですよ。もうすごいね、はい、でしかもあの新刊出したからということで、はい、あの来ていただけるのですごく貴重な講演になります。あの、はい、ペップトークの講習などは本当にあの各地でねされていて、うんうん、ただこの岩崎先生が、まあ出てくるということがなかなかない。そうね、はい、そうみたいなんですよ、うん、そうなんですよね、うんうん、なのでぜひ、この機会をあの生かしていただいて、うん、生の声を聞いていただきたい、はい、全然違いますよね。全然違います。はい、本当に楽しいんですよね。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。7月29日18時30分スタートになっております。はい、場所はいつものニューオータニ、はい、はいはい、ガーデンコートです。はい、4階でやってます。はい、こちらの申し込みもあのぜひ事務局に、はい、そして、こちらの、はい、金ちゃん、ね、言ってください。はい、はいはい、様子瞑想ダイビング、ね、こちらもね、お申し込み受け付けますのでよろしくお願いいたします。そしてまた、来月、はい、第2週目の火曜、あ、ごめんなさい、火曜じゃない、水曜日に、お待ちしてますのでよろしくお願いします。はい、はい、じゃあね、皆さんに向かってさようならです。じゃあねー。